橋本チャンネル始まりました。はい、橋本里奈です。今日は朝からジムに来ていまーす。よー、もうすぐ夏じゃないですか。まだでしょ今日めっちゃ雪降ってるよ。やっぱちょっと体のとある部分が気になる男女いるじゃないですか。はい、ということで橋本さんの筋トレ動画声かすが筋トレ動画、はい、はい、普段筋トレされるんですか？しないですよ。あんまりマッチでトレーニングしないです、うん、やめて、うん、体重めっちゃ落ちたタイプなんで、だから あんま筋トレモチベがもうここ何年か高くなくて、はいはいはい、あんまやらないんですけど、はい、まあでも年齢とともにやっぱちょっと気になってきます。お尻とか気になってくるかも。垂れるしかないんでね、勝手に上がるなんてことないからそうですね、うん、だからちょっと筋トレやっていこうと思います。はい、お願いします。ストレッチしますか？ストレッチしますね。はい、芸能とか関係なく普通にトレーニング行ってる人めっちゃ多いですよね、男女ともに。普通なんかな、ワークアウトするのが。いきなりじゃあ有酸素しますか？無酸素でもいいですけど死ぬえ？有酸素と無酸素、まあ短距離、長距離とかどっちが得意とかあるんですか？無酸素ってあんねや、ほんまに普通にボケかと思って死ぬやんって言っちゃうどっちが得意？え、分からん。有酸素ってこう長距離走るやつでしょ？ゆっくりね。無酸素ってあのパーッと走るやつでしょ？そうそうそう。まだやる機会ね、タイミングないですね。あ、じゃあ今日やりましょうか。はいやりますか。さあ、じゃあ行きましょう。うい、速度、この斜面みたいなのもつけないとあかんのよね。つけた方が負荷がどうですか？どう？でもめっちゃ行ってそうだけどね、ジムは一時期めっちゃ行ってたな。でも別にジム行くから痩せるってことないなって思って。そうなんですか？お肉食べないとみたいな、ご飯食べないとプロテイン飲まないとみたいな。あ、ジム行ってるしいいやみたいな変な感覚もあるし、今の方が全然痩せてる、トレーニングしてないもん。今は何を気をつけてるんですか？食事がすごい、なんやろ、コロナ前とかだとめっちゃ外食してたじゃないですか、うん、だけどなんかコロナ禍で外食が減って食事を家で食べるようになって痩せたから食べる。外食ってめっちゃ塩分高いんやなってほんまに思う。じゃあ何が好きなんですか、食べ物、飲み物？でも白ご飯は好きかも。ああ、じゃあ太るやん。でも白ご飯と納豆しか食べへんかったら痩せますよ絶対。2合とか食べないですか？全く食べへんほんま多分平均お茶碗1杯ぐらいしか食べへん。でも腹筋割れてますよね。腹筋はでも子供の時からずっとダンスやってるから、もうそれが残ってるだけやと思うんですけど、もうインナーマッスルっていうか。遅い？どのぐらいやった？走った6ぐらい。お、6.5 ぐらい走る。やばい、走れへん。走ってる。全力だからやらなかったんすか？その走ってる。走ります。でも体温まってきた。外今日雪やから。そこマジで今マジで今エグい。多分動いてる。でもあんま走ってるから立つじゃん。立つかな。確かに上げることないもんね。余裕？いや余裕ではないか。距離はどのぐらいだったらいい？ 0.41。おお、じゃあ1キロぐらいまではね、行きましょうか。じゃあ、うん、走りに行くときはここにテレビついてるやつとかあるじゃないですか。
とかで、まあ、ネットフリックスでドラマとか見ながらやるみたいな。30分ドラマ、とりあえず30分頑張って走る。すごい。走って、歩いて、走って歩いて。平方を走るやつ。平方の時代は走ってない。チャリや、チャリ。チャリバックこぎや。すぐ投げられる。この子、これ意味あんの？絶対顔映ってないで。言うて73、740m。長距離どのぐらいまで走れると思いますか？5キロ。おー、5キロしか無理。絶対疲れてきた。早終わらすわ。下がってきました。長いね。うちの仕事。あと 500m です。ゴールまで 500m じゃないわ。50m？ いいですね。おしゃべりもつけてますもんね、橋本さん。はい、1キロ行きました。ちょっと止めてもらって。ああ、しんど。どうした？暑、しんど。足だる。ちょっと聞いてるやん。あれ？いい運動。次行きますか。次はベンチプレス。ベンチプレス。リナ橋本のベンチプレス。これ20キロぐらい。そんなもんですね。じゃあまず5回いきましょう。いきます。いい。やばい、久しぶりすぎて。おいや、オッケー。どうですか？めっちゃ重い。普通に久しぶりすぎてめっちゃ重い。これ20キロ。多分私ね、25とかぐらいしか上げれないんですよ。でももう時間経ってるから、これで20。そうそうそう。いきまーす。重い。くー！でかい。はい。重っ。どうですか？普通にめっちゃ重い。てかトレーニングをしてなさすぎて、うん、上げれなくなるもんやね。ああ、そうね。え、普通にさ、うん、10回3セットとかやっとった気すんねんけど。昔？うん。じゃあ徐々に重くしていきましょうか。これで25。無理っぽ。そう。いける？まあ、一回上に上げてみて、あの、下ろさなくてもいいです。おお。おもおもおも、いきます。しゃあ、ふわー、重い。オッケー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 、置いていいっすよ、置いていいっすよ。25やろ。25。ふわー。ダメやね。かすなってるやん。ちょ待って、もう一回やるわ。え、恥ずかしいわ、そんなこんなんが残るなんて。はい、オッケー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 。えぐい。だから何キロまで1回上げれるかみたいにしますか？ねえねえ、女性の平均ってどんぐらいなん？30も上げてる人いる？普通にやっぱ。え、これで30キロ。え、無理なんやけど。さあ、1回上がるかどうか。重なってんでしょ。あ、重っ。あ、無理。あれ、ここまで来たらちょっと助けてくださいって。あ、なります。そのスタッフ助けますでしょ。え、なりそう。1回でもできたら OK。 ちょ、待って、行くで。うん、
まずこっから発生へんねんけども、ちょっと待って、ここで一回止まっていい？あ、話して、はい、はい、ここでは止まれんねんでただ、曲げるやん、はい、はいはいはい、もう曲げれへん、怖くて、ゆっくり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 なさい、ゆっくりはもうすぐに、重すぎ30絶対無理、ちょっと待って、持ってください、どうぞ、はい、こっから上げんねやろ、そう、上げる、え、絶対無理、せーの、無理絶対無理、ちょっと待って、持ってますもんね、だってこれ、俺持ってる、え、持ってなかったら絶対無理やで、離すで、無理、離したらほら無理、もう死にますベンチプレスも終わり、誰にも負けたことないのに、腕相撲、お疲れ様でした、お疲れ様でした、どうでしたか、初のジム企画、うん、悲しかった、全然あげれなくて、え、そんな姿を晒して恥ずかしいわ、橋本里奈は一番あげれるのは25キロ、うん、言わんといてよ、改めてこの棒もっと重くない、この棒自体が結構重く感じた、里奈にはね、が多いですね、多いはあるてかさ、やっぱさ、うん、毎週1回でもあげてた人とこの何年上げてない人は変わってくるよね、ああ変わって、毎週ジム行ってたらもうちょっと普通に上げれてた気がする、あ、じゃあ次はお尻のトレーニングしますか、はい、お願いします、疲れてるの、疲れた、はい、皆さんも頑張ったのでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております、以上橋本チャンネルでした、バイバイ。